どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。今日の動画は刑事チャンネルと話すべの動画となっております。何それって思うかもしれませんけど、皆さんからいただいたコメントにお答えしていく動画となっております。話すべっていうのは、方言ですね。方言、話しようぜとか、そういうような感じの意味合いです。北海道だとね、例えばゲームの場合、ゲームするべとか言うんですよ。何々するべって、そういうような感じなんです。で、今回の撮影はですね、ちょっと諸事情もあって数日間に分けて撮影しますので、急に私の服装が変わったり、なんかちょっと雰囲気いきなり変わったりするかもしれませんけれども、ご了承くださいませ。いや、なんかね、いつもね、ちょっと過激なコメントが欲しいなって思ってるんですよ。やっぱりどこかで、心のどこかで、いや、過激なコメントの方がその YouTube のサムネイルとかタイトルにすごくインパクトを持たせることができるんですよね。だから、なんならね、私のことすごく嫌いな人から、なんかめっちゃこう、突き刺さるようなことガンガン言ってくるようなコメントとか、あってもいいなとかって思ったんですけど、今回もそういうのはなく、平和です、平和。私のこと嫌いなね、俗に言うアンチからね、きつい一言をね、バキッと論破したいとかって思ってたんですけど、でも冷静に考えたら、なんか言われたことドヤ顔で論破してたらものすごく嫌な感じだし、かっこ悪いと思うのでやんなくてよかった。では皆さんからのコメント読んでいきます。一度死んだ毛根はどうやったら蘇りますか。ああ、これ分かります。このコメントが何を言わんとしてるのか分かります。刑事チャンネルって以前は毛根死んでたのに今はふさふさしてますよねってこと言いたいんですよね。言いたいんですよね。私の毛根は一回だって死んでません。あえて言うと瀕死だったのかもしれませんね。ただまだ生きてたんで、ホイミとかベホイミでなんとかなりましたね。死んじゃってるんであれば、ザオラル？いや、ザオリクかな？いつもお疲れ様です。警察沙汰の事件を起こしたことはありますか？ありますよね。免許取り立ての頃ね、友達の原付をね、借りて乗ってたんですよ。何日も。したらね、ある日ね、その原付がね、止めてた場所になくなったんですよね。盗まれちゃったんですよ。借りてた原付だったのに。警察に被害届出して何日かした後に友達がドン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 って俺の家来て、おい！お前が乗ってたゲンちゃんも乗ってるやついるぞっつって、その人のとこにバーって行って、若い子供だった、未成年の子ですよね。それ俺のゲンちゃんなんだけど、かっこ俺が借りてるゲンちゃんなんだけどって言って、その子と一緒に警察に行ったって、警察にお世話になりました。今まで仲良かった人から急にブロックされてしまったらどうしますか。どうする、どうする、どうしないの前に多分ショックだと思います。急にショックってなると思います。それ以上はでも何もしないかもしれない。だってブロックされてるっていうことは、逆で考えてみたら、例えば自分がブロックしてる相手からグイグイなんか、なんで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 って来られても、いや困るんだけどなっちゃうと思うから、ブロックしてるには何かしらの理由があるので、こっちからはそんなにアクション起こさないかもしれませんね。最近話題になっている誹謗中傷のことなんですが、どうすればなくなる、かっこ減ると思いますか。刑事チャンネルさんの考えを聞かせていただきたいです。嫌でも目にすることがあって、やっぱり気分悪くなっちゃうんです。誹謗中傷って最近話題になってるんですか。あれかな、情熱大陸の吉田さんの件のやつかな。減ったりなくなったりするといいですよね。でも多分減りもしないし、なくなりもしないんですよね。だから誹謗中傷とかって、そのなんでそういうことが行われてるかっていうのを、なんか奥へ奥へ見ていったりすると、それってやっぱりその人なりの正義があって、その正義感からそういうことやっちゃってる人って結構多いわけじゃないですか。もちろん正義感からであろうとも、誹謗中傷はダメなんですけれども、要は考え方ってどうしても一つに統一できないわけですよね。だからなくしたりすることは、おっしゃる通り多分できないんだろうなと思います。減らす可能性があるとしたならば、何だろう、そうだね、自分の身近な人に優しくすると減るかもしれませんね。優しさって伝播すると思うんですよ。誰かに優しくされると、なんかその自分も誰かに優しくしたいって思うじゃないですか。でそうやってどんどん優しさが広がっていくと、なんかそういう誰かの失敗や誰かの不正に対して必要以上にギスギスして、必要以上に攻撃的になったりする自分を、ひょっとしたら抑えれる可能性ってどっかから出てくるかもしれませんよね。なので、減らすことができる可能性があるとしたら、まず自分が自分の身の回りにいる人に優しくしてあげることね。ダメかな。ダメかな。誹謗中傷してる人をね、力で抑え込もうとすると、結局同じことをやってるみたいな感じになっちゃうので、意味がないんですよね。はじめまして。いつも楽しく拝見させてもらっています。最近嫁さんがゲームを買うのを許してくれません。どうしたら許してくれるのか、具体的な解決策を教えてください。PS、セクシャルなゲームではありません。あ、じゃあ、いっそのことセクシャルなゲーム買えばいいんじゃないですかね。変にセクシャルじゃないゲーム買おうとするからダメってなるんですよ。セクシャルなものを買ってください。
で、何そのセクシャルのゲーム買おうとして、あんた何買おうとしてんのよって言われた時に、初めてそこで、ああそうだよね、やっぱりこういうのはちょっとダメだよね、じゃあこっちにするか、エルデンリング、うん、そっちならまあいいわよ、なりそう、え、なりそう、なりそう、今俺勢いで言ったんだけど、まあまあいい解決策。まあ、せこいテクニックを使って購入するっていうのは根本の解決になっておりませんので、なんで買ったらダメなのかっていう理由を聞いてみるといいと思います。すいません、キス顔本当にキモいのでやめてください、やめてください、やめてください。これ絶対やれのやつじゃん、もうだってやってっていう、やってって見えるもん俺には、これがもう。一応皆さん腹立ったと思うんでやっときます。結婚前と結婚後でゲームや私生活で変わったこと、気をつけてることあったら教えてほしいです。8月10日に結婚しました、祝ってください。おめでとう。え、ちょっと待って、なんだ、めでたいやつら多いな。おい、おめでとう。結婚前と結婚後でゲームや私生活で変わったこと、いや基本的にないですかね、基本的にはないですかね。っていうかね、あなたはね、多分ものすごくね配慮のある人なんで、多分大丈夫だと思いますよね。いや、みんな聞いてよ、このコメント、8月10日に結婚しました、祝ってくださいって書いてるじゃないですか。ちなみにこれ今撮影してるのね、8月5日なんですよね。そうなんですよ、もうこの動画がその結婚した後に投稿されるっていうことを、まあ、見越して結婚しましたって言ってんの。8月10日に結婚しますって普通書きたいところを配慮してくれてんの。こんな細かい気配りができる人すごいよね。あなためっちゃすごいっす。セクシャケイジさん、おはこんばんちは。今日は自身の考えを話した上でケイジさんにもどう思うか話してもらいたいことなのですが、先日のケイジさんの夏のおすすめの PS5 のゲームソフトの紹介動画で、ありえへんほどの差別的発言をされている方を目撃してしまいました。僕はそれを見た瞬間、そういう発言を平然とする人は人の気持ちを理解できひん以前に理解しようともしひん人やし、そういう行動を一つ取るだけで自分の人生の到達できる最高地点を間違いなく下げる行動やと思いました。どこの世界でもアンチや差別的発言をする人はいますが、腹立たしいことやと思いますが、ネット社会の今、それを完全になくすことはできないです。でもそういう数を減らすことはできると思います。でも減らすことはできると思いますと言いつつ、どうしたらいいのか僕には分かりません。ケイジさんはこういう時どうしたらいいと思われますか。さっきもなんかネットの、ひどい言葉とかに関するコメントありましたよね。多分かなり多くの人がネット上での心ない言葉とか、ちょっときつめの言葉にちょっと嫌な気持ちをね、抱いてしまうシーンっていうのは誰にもあるんでしょうね、きっとね。いやだって別にさ、ゲームに関連するような事柄だけじゃなくてね、どんな出来事に対してもいろんなコメントがあちこちでついてるじゃないですか。ツイッターぐらいかでもいろんなところでやっぱりその、まあ、なんでそんなこと言うのこの人みたいな言葉とかっていうのはすごくたくさんあったりもしますよね。まあでもさっき言った通り、私が思うのはなんか自分の身の回りの人に優しくしてあげて、一人一人が少しずつ優しさを広めていくっていうことなんじゃないかなと思います。それこそね、まあ、このコメントで書かれているように、そういう発言、まあ、要は誹謗中傷じゃないんですけれども、差別発言だとかひどい発言をネットでしてしまう人は本当に人の気持ちを理解できないんだろうか、そういう行動は本当に人生の到達地点を下げる行動なんだろうかって言われると、私はそこにもちょっと疑問を感じるんですよね。例えばどんなにできた人間でもすげえむしゃくしゃしてたりすると、ついついなんか悪い言葉入っちゃうことって誰にでもあると思うんですよね。じゃあそれだけでその人は人の気持ちを考えられない人かと言われると、考えられる時ももちろんあるだろうし、ね、だからといって人生が最低なものになるとも思わないんですよ。そういった一人一人のたまたま出た一言がギュッと凝縮されちゃうから、地獄絵図みたいになっちゃってるんですよね。で、それを見て心を痛めるっていう、なんかすげえ負のスパイラルがあって、だからこそ優しさは必要ですよね。まあもちろん、その発言の内容は悪いとして、だからといってその発言をした人が最低の人生を送ってほしいなんて誰も思わないじゃないですか。ね、やっぱりその人だって優しくなって優しい声を誰かにかけるようになるんだったら、それに越したことはないじゃないですか。なので分断しないようにした方がいいとは思います。その誹謗中傷してしまう人としてしまわない人っていうのは割とくっきり分かれるんだとしたならば、そこでの分断っていうのを断ち切って、まあ、互いにその分かり合っていくことによって、なんとなくそのもっと良くなるんじゃないかな、良くなるといいね、うん、答えは見つからないし、
今世代我々の世代ですぐにどうにかなるものじゃないと思います。真面目な話で間違いなのですが、今1年ちょっと遠距離恋愛中の彼女と同棲の話が出ています。遠距離なので今は月に一度連休で会うようにしているのですが、この距離感だからこそ自由の時間が多くて今のままでもいいかもと思っています。もちろんいずれは同棲しようと思っていて、自分の方がボーリングやパチンコ、ゲームといった一人でできる趣味が多いので、田舎の彼女の方に行くのは楽しく過ごせないんじゃないかという彼女の配慮で、こっちに来てもらうことになっています。同棲となると一緒にいれるので嬉しいことですが、自分の趣味にかける時間が減ると機嫌が悪くなる気がしてなりません。互いの時間を大事にしようと尊重し合っているのですが、自分がうまくやっていけるか不安です。互いにいろいろ我慢し合うのがいいんでしょうが、刑事チャンネルさんはどうやって踏ん切りをつけたんですか、教えてください。私はね、特に何も踏ん切りとかつけてないです。別に一緒に住むことによって、その、マイナスになる面があるなとかって考えたことは一回もなかったので、別になんか一緒に住む、うわ、どうしよう、うわ、どうしよう、どうしようとかってなった感じはないですね。で、一緒に住むことによって自分のやりたかったことがやれなくなってるかどうかって言われると、別にそんなこともなくって、私の場合は。なんか自分のやりたいことは自分でやるし、相手も相手のやりたいことやるし、で、自分がやりたいことと相手のやりたいことそれぞれがあるから、まあお互いに協力し合ってなんかこうやっていくっていう感じになってるので、別になんかそんなに苦になってる感じっていうのはないんですよね。まあでもそれはあくまでも私たちのケースなわけであって、ね、誰もがそうであるかどうかはまた話が別なのでね。その辺はどうするべきなんでしょうかね。でも、あれじゃないですかね。自分がそう感じてるっていうことは、おそらく来てくれる彼女さんも同じことを感じてるんじゃないでしょうか。ましてや自分が住んでたところを出て環境を変えてこっちにわざわざ来てくれるわけですからね。なおのこと不安も多いでしょうし、同じように今まで自分でやってたこととかできる時間とかも減っていくわけじゃないですか。で、同じような気持ちを持ってるかもしれませんって考えた時に、じゃあそういうふうに思ってる彼女さんのために自分は一体何をしてあげられるだろうか。彼女さんがこっちに来ても不安でいられないように自分にできることは何なのか、彼女さんが自分のやりたいことをやるために自分はどんなサポートをしてあげられるだろうかっていうふうに考えた方がなんかうまくいきそうな気はしますけれどもね。なんかその人と人の関係性の時って自分が自分がってなるとすごくうまくいかなかったりするんですよ。じゃあこの自分の不満はどうすればいいのって思うかもしれませんけど、結構ね、その誰かのために何かをしてあげることって満足感すごくあるんですよね。満足感のあることをすると自分の心には結構健全だったりするので、なんかそんなにフラストレーションたまらないんですよね。で、相手のために何かしてあげるから相手も結構喜んでくれる場合が多くて、相手が喜んでくれると相手も自分に返してきてくれたりするんですよね。で、そこでお互いにバランスが取れ合ったりするんですよ。まあ、もし万が一返してくれなかったとしても、さっき言った通り何かをしてあげてるっていうことによって自分は満足感を結構感じれることができる。まあ、もちろん人によっては私はこんなにしてあげてるのに何もしてくれないって言って逆に不満を感じる場合もあるかもしれませんので、自分がどっちのパターンの人間なのかっていうのはちょっと確認しておいた方がいいかもしれませんけど、なんかその相手に頑張って努力してもらって、私は好きなことをできるような環境できました、私は満足ですって、やっぱりなんかどっか後ろめたいから本当に心の底から楽しめないんですよ。だからお互いに自分の何かを削り合ってね、相手に捧げ合うことで、そういうなんか後ろめたさなしにそれぞれが楽しむことができたり、互いにこう尊敬し合うことができるかもしれませんよね。なので自分のことは一旦置いといてみてはいかがでしょうか。はっきり言って今すっげえいいこと言った風じゃない？今すっげえいいこと言った風じゃない？耳障り良かったでしょ今ね。なんで俺自分で台無しにしてんだよ。あ、はい、宣言通り撮影の日にちが変わっております。では続きまして行ってみましょう。出発！いつも動画楽しく拝見してます。先日ゲームショップに行った時に子供連れのお母さんが、これ面白いんかねと手に取ったのはエルデンリングで、かっこいや面白いけどなかなかの死にゲーなので人選びますよって言いたかったんですけど、さすがに声かけられず悶々としてたら、ああったと言って本命らしきゲームを手に取ったので、チラ見するとそれはセキロ、いやそれも死にゲーなんですよと教えたかったんですが、やはり声かけられず。ゲームの合う合わないは個人で違うのはわかるんですが、事前知識がなくて死にゲーやって自分が好きなゲームが買って損したと嫌われるのは悲しくて。ケンジさんならこういう場合どうしますか？長文失礼しました。読んでいただければ初なのでコメントサンキューお願いします。コメントサンキュー、行ってみよう。コメントサンキュー。
いやこれはね、私なら絶対に声をかけません。いやでもこれコメントの方も声かけずにグッと我慢できたのすっごい偉いなと思います。だってこれなんか言いたくなっちゃうじゃない、やっぱりその心理すごいわかるんですけど、これ我慢できたのはこれめちゃめちゃ偉いなと思ってます。あの私動画出てたまにお話しするんですけど、知らない人からのアドバイスって全く無意味なんですよね。アドバイスが成立するのは家族、友人、まあ師弟関係、師弟関係っていうのは変だけど、上司と部下とか、あとはね、監督と選手とかコーチと選手とか、そういった場合だけアドバイスっていうのは結構成立するのであって、別に欲しがってない人に強引にアドバイスをね、あの与えに行くのは、あの相手からするととても迷惑だったりするんですよ。これなんでかっていう理由もちゃんとあって、なぜかというとその相手のことをちゃんと理解できてないじゃないですか。でこのコメント読む限り、例えばその子連れのお母さんがエルデンリングや赤炉を手に取っているというところで、いやそれはあなたには向いてないですよっていう気持ちが先行してしまってるんだけれども、そもそもこの人たちに本当にその死にゲーが向いてないのかどうなのかってわからないじゃないですか。ひょっとしたら死にゲーのシリーズもうすでに遊んでることがあるかもしれないですし、もしくは死にゲーだと知ってて手に取ってるかもしれないですよね。エルデンリングやセキロを狙い撃ちで取っているということは、ひょっとしたら親子二人で好きな YouTuber、ゲーム実況者の方がいて、その人の動画を見て、このゲーム面白そうだね、難しそうだけれどもって理解した上で見てるかもしれないじゃないですか。まあそういったところがわからないので、あなたたちにはそのゲーム向いてません、こっちの可愛いキャラクターもののゲームを遊んでくださいって急にそれで言われてもちょっとなんか嫌じゃないです。まあもちろんね、コメントされた方の思った通り、全然知らずにたまたま難しいゲームを取っちゃってる場合もあるかもしれませんけど、それはそれでその人たちの学びになる瞬間なんですよね。あ、このゲームは難しいなっていうのは学習できる瞬間なんです。その学習できる瞬間っていうのを奪ってしまってもいけませんしね。自分の思いだけをぶつけるのは多分相手にとってはおせっかいになってしまう可能性の方が高いかなというのが私の考えですね。よろしければコメント3期お願いします。質問なんですけれども、ケイジさんが何かゲームを作るとしたらどのようなゲームを作られますか。コメント3級いってみよう。コメント3級。いやこれたまにね、こういう質問来るんですよ。ゲーム作れるならどんなのがいいですかって。正直言うとね、全く何にも思い浮かびません。いやなんか思い浮かぶものって形にしたら多分退屈なゲームだろうなっていう想像がついちゃうんですよね。なので実際にゲームクリエイターの方々が作ってるゲームって毎回衝撃受けるんですよ。わ、こんな面白さがある、あんな面白さがある、すごいですよねゲーム作ってる人たちって。あ、でもなんかこんなゲーム作りたいなって想像したことが全くないわけではないんですよ。若かりし頃、それこそね、あの MMORPG がすっげー流行ってた時、私も MMORPG やってたんですよ。その MMORPG といえば、その従来の RPG みたく敵と出会った時にパリーンって画面が割れてバトル画面に切り替わって戦うとかって、そういうのじゃなくて、その辺にいる敵とそのままね、シームレスで戦っちゃうっていうのがあの主流だったので、家庭用ゲーム機の RPG もそういう風になればいいのになとかってなんとなくぼんやりは想像してたことはあります。でその直後に出てきたのがファイナルファンタジー12だったんですよね。やっぱりこういうトレンドの流れで来たかって思ったんだけど、想像してるよりもずっとずっとクオリティの高いものだったので、あ、自分の想像なんてちっぽけだなっていうふうに思いました。最近髪の毛の毛量が気になり始めました。アラサーです。ケイジさんはいつ頃から髪の毛を気にし始めましたか。まず私が髪の毛を気にしてる前提で話さないでください。でもある程度の年齢いったら別にもうなんかハゲても特に気にならないなとかって思っちゃってるので、あの逆に気にならなくなっていくと思います。ケイジさんのお盆にパチスロをやめられない人に向けての動画で感動して以来ずっと見ています。パチスロをやめた今、未だにしたくなったりしませんか。そういった方に改めてアドバイスをお願いします。ちなみに自分はタバコをやめられません。すごい懐かしいですね。昔、すごい昔ですよ。YouTube 始めたてぐらいの頃じゃないですかね。あの頃はね、その手の動画が一番なんか再生数回ってましたね。いや、でも今ってパチスロってめっちゃみんなやめてるよね。パチンコにせよ、パチスロにせよ。なんかね、私の住んでる生活圏で、パチンコ屋どんどん潰れてってんだよね。未だにしたくなったりしませんか？いや、全然ないですね。いや、中毒症状って一回抜けちゃったら、もうなんかやりたいって気持ちってあんまり出てこないですよね。タバコも一緒ですね。私、タバコ3回ぐらい禁煙に成功してるんですよ。ね、それすなわち2回失敗したんじゃないかって言われると、いや違います。本当に3回成功してるんです。タバコもね、1回吸わなくなってしまえばね、吸いたいなっていう気持ちがね、呼び起こされることってないですからね。まあ、要は体にニコチンが残って、ニコチンが減少していくと、体がニコチンを欲するっていう、そういうそのシステムになってるだけであって、ね、そういうシステムを客観的に見ると、
なんかそのね、あ、自分なんかちょっと踊らされてるなと思ってね、やめられたりするかもしれませんよね。私がタバコをやめられた、ね、要因っていうのはいくつかあるんですけど、一つはタバコのネガティブな部分にすごく目が行くようになった。匂いだとか、なんかその喫煙所とかをちょっと客観的に見た時に、あの空間に入ってるのってちょっと嫌だなとかって思ったり、あと壁紙とか白いと、タバコ家で吸うとすごく黄ばむじゃないですか。まあ今電子タバコだから違うかもしれませんけれども、まあ、そういうネガティブ部分がすごいあったり、あとはお金を貯めたいっていう目標もあったんですよね。まあ1日1箱吸ってたら1ヶ月で1万円ぐらいかかるんで、まあ1年で12万円違うかって、10年後に120万円かって思うと、なんかやめられましたね。そうだから吸ってない自分の方のメリットとかね、吸わなかった時にどんないいことが待ってるかっていう、その辺の想像力なんじゃないですかね。年収と好きなバストサイズ暴露してください、あざす。年収はね、年によって結構変わるんですよ。去年はねぐらいだったかな。好きなバストサイズは大体全部です。え、もう全部好きでしょ。もうバストっていう時点でもうすでに最高なわけですから。刑事チャンネルの動画、海に行って日焼けしました。腕が特にヒリヒリして痛すぎて泣きそうです。子供もそれを知らず突進してくるので痛み倍増。刑事さんは家族で海かプールに行かれましたか？それと日焼けした後はどうしてますか？子供がまだ小さいんでね、あの海とかプールとかに全然行く感じではないですけど、昔ね、すげえ日焼けしたことがあって、だから北海道って海に行ける機会って少ないんですよ。で、夏も終わりかけで、もう北海道海行けないなって思ってたら、すごい暑くなった日があって、これ海行こうっつって海行って、油断してたんですね。もう真っ赤っか。ね。全身ゆでだこみたいになっちゃってさ、痛かったです。アロエ塗りました、アロエ。ケイジさんこんばんは。最近仕事に対するモチベが上がりません。ちょっと自分と違う意見を言われると腹立ったり、めんどくさいことを言われたりすると声にならない声で文句を言ったり、とにかく不満が募ること多々あります。上司や今の仕事が合わないのでしょうか。こんな時、刑事さんだったらどう考えてやる気を出しますか。コメントサンキューください。コメントサンキュー言ってみよう。コメントサンキュー。あー、いやでも分かります分かります。なんかさ、その自分の意見が否定されたり、なんかそのこうやってやろうと思ってたのに、そうやってやるな、違うことやれとかって言われたら、ちょっとやっぱり嫌な気持ちとかにはなっちゃったりしますよね。まあ人間誰でもね、やっぱり不満っていうのは出てきますしね、嫌だなって思うことってあると思うので、まあそれ自体は仕方ないことなんじゃないでしょうかね。嫌な気持ちになったり怒ったりしない人って感情死んじゃってるじゃん。感情死んじゃってると、ちょっとやっぱりなんか近寄りがたくて怖いですよね。まあ喜怒哀楽ある人の方がなんか人間味があって僕は好きな気がしますけれども、まあでもその後感情がブワって湧いた後にどうやって自分をクールダウンさせるかとかっていうのは大事かもしれませんよね。まあ結局その嫌だなと思ったとしても、やらなきゃいけないことはやらないといけないですし、成果自体は仕事なので出していかなきゃいけないわけですから、でなおかつチームとしてのチームワークを乱さないようにもしていかなきゃいけないじゃないですかね。自分のやりたい方法で上司とかの言うこと全然聞かないで突っ走るわけにもいかないので、うまくその辺のバランスを取る方法ってどうやってやればいいのだろうかって冷静に考えて順序立てて物事を考えていけば、なんか見えてくるものってきっとあると思うんですよね。なんかその嫌な気持ちとか怒ってる感情のまま取り組もうとすると、ね、冷静じゃないので、なんかその見えるべき場所が見えなかったりもしますからね。一回深呼吸ですかね。深呼吸。ファイナルファンタジーのナンバリングタイトルは今後9までのコマンドバトル、アクティブタイムバトルに戻ることはあると思いますか？セブンリメイクはアクションに見せかけてのアクティブタイムバトルだとは思うのですが、やっぱり9までの戦闘システムが好きで、もし昔の戦闘システムに戻ることはないと思われる場合、その理由は何だと思いますでしょうか？いや、これは難しいね。アクティブタイムバトルが今後出る可能性があるかないか。いやー、私にはどっちとも言えないですね。いや、例えばその会社側が開発するスクエアエニックスが今後も新しいプレイヤーをどんどん引き込んでいきたいっていう思いがあるのであれば、アクティブタイムバトルは選ばないような気もしますし、逆に今までの昔のファイナルファンタジーを遊んでた人たちにもう一度戻ってきてもらいたいと思ったのであれば、アクティブタイムバトルにする可能性はあるかもしれませんし、いやでもアクティブタイムバトルにしたところで昔の好きだった人たちが戻ってくるっていう保証もないので、やっぱりちょっとアクティブタイムバトルは大きな賭けになっちゃいますよね。まあ、あくまでも私個人的な観点からすると、アクティブタイムバトルに戻す可能性は結構低めなんじゃないかなというふうには思ってしまいます。いつも楽しく拝見しております。 FF16 をやっとクリアして絶賛ロス中です。クリア後感想動画にいろいろ納得していいエンドだったのかなと思えています。次に遊ぶべきおすすめゲームは何でしょうか。後半ゲーム以外でお願いします。あー、じゃあ将棋とかどうですかね。将棋とか、将棋
ケンジさんに質問です。ゲームでうまくいかなかった時なのにリセットする行為は邪道なのでしょうか。私はゲーム上でうまくいかなかった時に何度もリセットして満足いくまでやることがたくさんあります。ですがゲーム実況を見ていてそのようにしている配信者さんは見かけません。それは一般的にゲームでリセットする行為は邪道だと認知されているからでしょうか。いや大丈夫大丈夫全然ガンガンリセットしていいと思いますよ。連打連打リセット連打してください。二股してしまっているんですが二人とも同じくらいの好きで困っています。ケイジさんならどう決めますか。やっぱ顔と乳ですか。あーこれはちょっとですね大きな勘違いをされてますね。もうその状況になるとですね、自分側は決める立場にございません。相手から選んでもらえるかどうかっていう状況にあるのはあなたの方ですね。そういうことをしてても選んでもらえる可能性があるかどうかっていうところはあなたの日頃の行いや日頃の考え方、日頃の言動によるものかと思いますので、覚悟を決めて待つ方がいいと思いますね。二股しておいてその挙句さてどっちを選ぼうかなとか考え方としてはすごく傲慢な気がするんですよね。そう思いませんか。なんか自分事だとそう思いにくいかもしれないけど客観的に見るとやっぱりすごいそう感じるんですよ。一度ご自身の行いを客観的に見てみることをお勧めします。いつも楽しく動画拝見しております。ケイジさんがツイッターでゲームのことをツイートするときにハッシュタグケイジチャンネルをつけてくれると見に行くよとおっしゃっていたのでよくそれをつけてツイートしています。しかしケイジさん自身はこのハッシュタグを使っていらっしゃらないのは何か理由があるのですか。あ、ハッシュタグケイジチャンネル使ってくれてありがとうございます。ハッシュタグケイジチャンネルは私が皆さんを見に行くためのハッシュタグであったり皆さん、ケイジチャンネルを見てくれてる視聴者さん同士でお互いにツイートを見るために使っております。で、私の発信するツイートってみんな私のことフォローしてくれてるんですよね。タイムラインに出てますよね。故にハッシュタグを使う意味が特にありませんのでつけておりません。なので、簡潔に答えを述べるなら、意味がないのでやっておりません。小栗や藤原等の練習は週何回くらいされてますか。月水金の週3で練習しております。信じてないね。それ信じてよ。いや信じてよ。本当だから信じてよ。信じてくれよ。僕は嫌いなんかじゃない。信じてくれよ。ケンジさん、いつも楽しく拝見させていただいてます。ずっと気になっていたのですが動画冒頭にほぼ毎回ケンジさんが仮面ライダーの変身ポーズをやっていると思うのですがどういった経緯で変身を思いついたのかとかケンジさんの好きな仮面ライダーを知りたいです。よろしくお願いいたします。仮面ライダー全く関係なかったらすみません。こちらこそ申し訳ございません。仮面ライダー全然関係ありません。これメイプル超合金のカズレーザーですね。手応えありってやるんですよ。もうちょっと角度あるんですよ彼はね。M1 で初めてメイプル超合金が出てきてあこの人たち売れるなと思ったんでパクりました。しかも多分逆なんじゃないかな。どっちなの？よくわかんない。ケイジチャンネルの動画。ケイジさんと電話でいろんな話をしてみたいんですが、どうしたらできますか？いや、電話かけてきてくれればできると思いますよ。待ってます。現在25歳の失業保険受給者です。やりたいこともなく転職を失敗し続けてモチベーションもありません。忍耐力も。このままだと人生に後悔すると思うので、法律に違反せず、やりたい放題しようと思います。候補として、海外ボランティアに行ってみます。人生の分岐点はどこに転がっているんでしょうか？よろしくお願いします。なんというしっかりした若者でしょうか？しかも文章からはユーモアも溢れる。すごいですね。あなたのこと欲しがる企業なんていくらでもいそうですけどね。私なんかがあなたにアドバイスできることはないんじゃないかっていうぐらい、エネルギーに溢れてるように見えますけどね、この文章から見ると。まあでも本人は結構苦悩を抱えてるのかもしれませんけどもね、大丈夫、一緒に頑張っていこう。人生の分岐点ってどこにあるんだろうね。なんかさ、その転職とか、その結婚するとか、なんか大切なことが起きた時とか、なんかそういう時に人生の分岐点を感じたりすることもあるんだけれども、私はね、人生の分岐点って常に分岐してるなと思ってまして、分岐っていうか、人生ってオープンワールドだと思ってて、どこにでも行けるんですよね。例えば、明日会社に行かなきゃいけないってなってるじゃないですか。いやでも明日会社に行かないで、そのまま電車乗って、会社の駅通り過ぎてずーっとそのまま箱根まで行っちゃうとかできちゃうわけじゃないですか。できるけどやらないだけであって、でもやってしまえばそれが大きな分岐になったりもして、まあ仕事サボったらマイナスの分岐になりそうな気はしますけれどもね。でもそれ以外にも、今この瞬間、プラスの分岐っていくらでも起こせるんじゃないかなとかってちょっと思っちゃったりするんですよね。なので、厳密に言うと人生の分岐点なんていうのはなくて、いつでも常にオープンに広がっているのが人生なのかなって思ってます。やりたいことはいつでもやれる。ケンジさん、いつも動画ありがとうございます。FF16 炎上レビュー批判動画を見て、
クリエイターのことを本当に大切に思ってくれているのだと感じました。ありがとうございます。しかし私もクリエイターとして言いたい。次世代機なのにグラフィックが低いといったレビューを多く目にします。次世代機だからといって皆 FF16 やサイバーパンクのようにフォトリアルのグラフィックを全て出せるとは限らないのです。このままゲームハードが進化していくともっと高いグラフィックを求められると思うと考えるだけで不安です。 PS2 くらいのグラで満足していた時代に戻らないかな。その上でゲーム1本9000円は高すぎると言われる始末。ケイジさんはその辺どう感じているのかご意見聞きたいです。このコメントでお話しいただいている動画出してからですね、結構有名なゲーム会社のクリエイターやってますっていう人たちからDM もらうんです。 DM というかメールもらうんですよ。感謝のメールっていうとちょっと大げさかもしれませんけど、なんか誰かを勇気づけることができてよかったななんてちょっと思っております。やっぱり作ってる人たちね、結構苦しい思いをしてる人たちもすごく多いし、命を削って作ってる作品ですからね。まあしかしながらユーザーはでもそういうのはあまり関係なくて、自分が遊んだ感想っていうところが全てになってしまいますからね。ただね、やっぱりユーザーからすると9000円はやっぱり高いんですよね。で、9000円って高いじゃないですか、何買うにしても。ほとんど1万円なわけですからね。で、グラフィックに関しても同じ値段ですげえ豪華なグラフィックとかがあるとかって考えた時に、じゃあ自分たちにできることって何だろうか、他にその良さ面白さを感じてもらえる部分っていうのはどんなところなんだろうかっていうところに試行錯誤して、やっぱり皆さんゲーム作ってるのかななんて。で、インディーのゲームとかもまあ結構私触ったりはしますし、その中でね、グラフィックに力入れてるわけじゃないゲームとかも多々ありますけれども、その中でもやっぱり面白いゲームっていうのは面白かったりもしますしね。そういう面白いゲームって別に値段に対する不満とかグラフィックに対する不満とかっていうのはそんなにやっぱり出にくい、出てるのかもしれないですけれども、面白いっていう声の方が多かったりするので、なんとなく薄まって見えたりもしますからね。そういうところで勝負するしかないのかななんて思いますけれども、やっぱりまあゲーム作ってる人たちが感じることや考えることは一ユーザーである私には分かりきることはできませんので、まあ応援していくしかないですよね。動画のサムネのお顔は毎回何回くらい撮り直していらっしゃるんですか？いや、コンディションいい時は一発なんですよ。コンディションいい時はね。コンディション悪い時はね、もう3回、4回、5回くらいもパシャッパシャッパシャッとかで全然ダメだとかなってます。不思議に思ってるんですけど、リークってしてもいいことなんでしょうか？なんだか世間的に当たり前になってきてるような気がするのですが、社外秘だろうしな。海外では価値観が違うのでしょうか？ゲームのね、リーク情報っていうのはすごい今ありますね、たくさん。いや、今だけじゃなくて昔からあるんですけれども。いや、これね、いいか悪いかっていうとね、結構明確な線引きがあるところが私にはあるんじゃないかなと思ってます。一つは、会社から持ち出した社外秘の資料を勝手に持ち出して、ネットに公開とかすると、それ完全アウトですよね。ところがですね、その会社のとある人から、匿名の人から、こういう話を聞きました、みたいな情報って、まあ、言い換えると、ただの想像かもしれないし、ね。今私がさ、デタラメでとある会社から新しいゲームの発売日聞きました、何月何日ですって言ったって、それ嘘なのか本当なのかも分かんないし、単なる想像の可能性もありますよね。なので、よしあしがぼんやりしてるのは今言ったような内容、今度新しい丸々が出るらしいよみたいな話は、まあ別になんか今のところなんかその罰せられるみたいなことはないですよね。ケンジさん、こんにちは。残業のことでお困りですか？何かお困りごとでしたらご相談になります。大丈夫です、全然平気です。どうも、積みゲーマーです。最近積みすぎてどれから手をつけていいか分からず、悩みながら YouTube を見つけたり、ネットサーフィンをしているうちに時間とともにやる気が落ちて、気がついたら1日が終わってしまいます。何かやる気が出る方法やモチベーションを保つコツはありませんか？いや、分かりますよ、すごい。これね。いや、YouTube 見るのって楽しいですしね。まあ、一昔前だと YouTube じゃなくてね、ついついダラダラテレビ見てしまうとか、そういう感じだったと思います。ついついゴロゴロして、なんかこう、ね、もう見終わった漫画もう一回読み始めたり、そういう感じだったと思います。人ってこう、どうしても楽な方に行っちゃいますからね。なんかでもよく言うのはさ、勉強とかでもそうなんだけど、1問だけ解いてみるとか、2問だけ解いてみる、5分だけやってみるとかっていうのがいいってよく言いませんか？なんか、で、5分だけやってみると結局そのまま勢いになって30分1時間とかってやり続けちゃうみたいな。だからモチベーションって実は常にこう、ね、自分の中に眠っていて、あとはエンジンがかかるかかからないかだけ。で、1時間やろうと思ってやろうとすると、そのエンジンってちょっと重たくてなかなかかからないんだけど、5分、最悪5分でやめてもいいっていう気持ちで始めると、まあ、エンジンはかかりやすくて、うまくいけばそのまま続けることができるかもしれないっていう、ね。だからとりあえずステージ1だけ攻略してみてはいかがでしょうか？あ、もしくは、ツリーガードだけ倒してみてはいかがでしょうか？ツリーガード終わんねえよ。いつも楽しく拝見させていただいてます。質問です。自分は普通の社会人です。
給料は決していいとは言えません。仕事内容はそんなに楽しいとは思えなくなってきています。そんな生活をしていてなんだかつまらない人生だなと感じるようになってきてしまっています。ただリスクが高いと分かっていますが、本当にやってみたい仕事もあります。これを聞いてどうなるってわけでもないと思うんですけど、家族のため、安定のため、何かを犠牲にしてあまりやりたくなかったとしても現状を維持していくことが大切か、それともリスクは高いけれども心から楽しいと思えるようなお金になるかもわからないような仕事にチャレンジすべきか、どっちがいいと思うかというよりはどういうふうに考えていけばいいか、ケンジさんの助言が欲しいです。むずい話きたなむずい話きたな。どうしたらいいんだろうね。でも家族のために犠牲にして頑張ってるあなたって素敵に感じますね。とはいえ自分の夢を追いかけてなんか必死に頑張ってるあなたも素敵に感じますね。大事なものって何なんだろう。家族は絶対でも守りたいじゃないですか。そこは譲れないですよね。でも家族を守りつつも自分も楽しみたい、欲張ってもいいのかなって思います。だから家族を守るために安定している今の仕事をやりながらやってみたいことを同時にやってみるっていうことはできないんでしょうかね。仕事が終わってからとか、朝1時間早起きして1時間やってみるとか、そういうことがもし可能なことなのであれば、まあ、同時にやってみるっていうのもいいような気がしますけれどもね。なんか何かを捨てなきゃ何かを始められないなんてことはないような気がしてて、欲張って全部取ってもいいんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、どうでしょうかね。選択肢は広いような気はします。どうかな。パーマネントを当てた時に美容院でトリートメントはしていますか。値段に見合う効果はあるのでしょうか。美容院でキムタクの話してください。キムタクの話トリートメントお願いしますあとそのトリートメント買って帰ります家でこのキムタクの話最近 YouTube を見るとき、刑事チャンネルが更新されてたらどんな動画でも一番最初に見てしまうような体になってしまいました。謝ってほしいです。謝りません。先生謝りません。皆さんにできることは私が感謝を伝えることです。本当にありがとうちょっと待って、ちょっと待って、金髪さんのモノマネもう分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃったんだけども、本当にありがとうですね。そんなのね、動画の何かが気に入っていただけたというだけで非常に嬉しいですし、ありがたいですし、今後も皆さんをね、楽しませていくような動画作りに勤しんでいきたいと思います。それがね、今私一番楽しいことだったりします。こうやってなんか皆さんのコメント読みますって言ったら、これだけね、なんかコメントいただけて本当に嬉しいです。まあ、全部を読み切ることはできませんでしたけれども、コメントをくれた全ての皆様に、そしてコメントはしてないけれども見てくれてる皆さんに感謝を込めて、コメントサンキュー、いってみよう。コメントサンキュー。今日の動画はここまで。じゃあね。